さあ J リーグジャッジリプレイスタートです。今回も SNS で話題となった事象を取り上げて議論していきます。審判ゲストは今回も元国際審判員の家本政明さんです。家本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして J リーグ副理事長の原博美さんです。原さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さらに J リーグウォッチャー平畑啓二さんです。平畑さんもよろしくお願いします。お願いします。さて、今節もさまざまなドラマがあった J リーグですけれども、特にベテランが存在感を示したゲームがありました。今シーズン札幌移籍した興梠選手 J1 で16年連続ゴール、それから今シーズン山口へ移籍した山瀬浩二選手 J リーグ23年連続ゴール、これは平田さんすごいですね。いやすごいですね。っていうかなんかもう、ベテランと呼ぶのがもう、ね、失礼というか、まだまだ全然いけるなっていう、もう山瀬選手とか本当に受けてこうターンして触らずにそのシュートまで持っていったとか、でなんか試合が終わってインタビュー受けててもこうなんか逆に淡々としてるのが、なんかプロだなっていう感じはしましたね。やっぱりベテランの活躍というのは原さん、はい、J リーグをまだまだ盛り上げてくれて嬉しいですね。ね、新人もいいですけど、味があるベテラン、しかも23年やってるだけですごいのに連続ゴールはすごいね。遠藤が24年ぐらいかな、連続ゴール。そうですね、そのうち遠藤も入れんじゃないですかそんな気がしますね。まあ、家本さんにとってもそれベテラン選手っていうのはもうずっと長く一緒にピッチに立ってきた選手たちですもんね。このまま活躍してほしいです いつまでも見てたい気持ちになりますね。さて今日もたくさんの事象を取り上げていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回取り上げるシーンはこちらです。 J1 のゲームの中から合わせて3つのシーンを選出しています。では早速見ていきましょう。まずはこちらのシーンからです。明治安田生命 J1 リーグ第9節浦和レッズ対ヴィッセル神戸、45分のシーンです。神戸がチャンスを迎えます。右サイドからのパスを豪家が折り返して武藤、シュート体勢に入ったところで岩波と接触して倒れますが、主審の笛は鳴らず、クリアボールをゴールキーパーの西川がキャッチしたところで試合が止まります。リプレイで見ると武藤の右足を岩波が踏んでいることが確認できますが、結局 VAR の介入はなく判定はノーファウルのまま、浦和ボールで試合再開となりましたが、ジャッジは妥当だったのか。まずはこのシーンについて議論します。さて、神戸が1点ビハインドで前半終了間際に起きたシーンだったので、重要なジャッジだったことは間違いないんですが、平田さん、PK かどうか、どう感じます？中央から撮ってるカメラの映像でははっきりは分からなかったですけど、見てる時に何回かこういろんな角度の映像を見るじゃないですか、それを見るとやっぱちょっと PK かなという気はしましたね。やっぱ武藤選手 あの軸足の方にまず入ってる感じもしましたし、あれじゃシュート打てないですし、PK 取られても仕方ないのかなという気がしました。 VR の介入はなかったわけですけれども、というか逆に なぜ入らなかったのかっていうのは、主審の方に何か見ていただきたかったなっていうか、オンフィールドレビューで見て、こう判断してもらった方が良かったのかなっていう気がしました。さて今回からですね、前回家本さんが自作で作ってくださった家ポンボード、かなり好評だったんで家ポンボードって名前ついてるの勝手につけました。ちょっとだけバージョンアップして作りました。でまず平畑さんは、じゃあフリーキックなことは間違いないというか、フリーキックにするべきだったと感じるってことですか？まあそうですね、それはだから向こうが何フリーキックがないってことですか？ノーファール、フリーキック、フリーキックだったらイエローカード、イエローカードよりレッドカードっていうことなんですが、平田さん、どのあたりに平田さんは？僕はその一番上で言うと、75か80ぐらいいってるのかなっていう気は、カードはなくていい。カードも出る可能性あるかなっていう気はしますよね。そしたらそうですね、そこの真ん中ぐらいですか、フリーキックでカードが出るかどうかはどちらでもみたいな、なるほど、みたいな感じしますね。というわけで、原さんはどう感じますか？これはもう一番上で言うとあれだよね、80超えてるよね。
うん、ペナルティーだと思う完全に、はい、だってあの武藤が豪華からかな来てこうトラップしてその立ち足でしょ、はい、それあのもう一回踏み直してよくあるんだけど、まあ、俺なんかプレイヤーの時ああいう時もう一回踏み直してくるのはあえてこうブロックに行ってみたいな、うん、でそういうプレーじゃないから立ち足がトラップして立ち足がそのまんまのところボコってあの岩波蹴っちゃってるんで、うん、これは逆サイドからこのアングル見たらこれ間違いなく80以上フリーキック、うん、ただイエローかそのあのかはどうかっていうと一応ボールにはねあの行こうとしてたんで、まあ、どうだろうなその平ちゃんのその間ぐらいかなやっぱり、うんうん、イエローかどうかイエローどうだろうねこれは家元さんに任せますじゃあ原さん、まあ、でもこれちょっと踏んでる感じがあるから、はい、イエローに近いねイエローに近い近いと思うじゃあこのぐらいですかね、うん、原さんは、ね、イエローに近いかなちょっと結果的にこれは本当に思い切り踏んじゃってる形だから、うん、イエローに近いそうねこの辺りですか、うん、そうですね、うんうんまあ、僕も PK は与えるべきだったんじゃないかなと思うんですが、まあ、イエローカードかどうかかなり出さなくてもいいかなと思うんでこのぐらいかなと思ったんですが、うん、さて家元さん、はい、この事象どう捉えたらいいでしょう 100% ファールファールだよね80超えてもそうだね 100% だね、うんうん、ではまずここ、はい、ですかねでは PK であるならば、うん、カードはどうかダメージをどれぐらい考えるかっていう話だと思うんですね、はい、個人的にはまあ、ここでいいんじゃないのかなってやったまあこれがじゃあ仮にボールに行ってるとでそこにまあ無謀そのダメージじゃなくて状況だってなった時にはイエローカードなくなるんであれなんですけどまあこれ多分そのラフチャレンジと取るかって話で言うとまあイエローカード寄りで考える方もいるのかなというふうに個人的には思いますかね VR はそこなんですよなんだこれだってこれのアングル見たらこれ VR は確認はしてほしいっていう、うんうんはい確認はしてる、まず確認はしてますと、うん、でまず現場のレフリーたちの立ち位置で考えたときに木村さんのポジションはちょうど前回話したその串刺しっていうんですかね、うんうんはい、こうなかなかこうしかも向こうから岩村さんがこうチャレンジしてるんでなかなかこの接触加減とか程度っていうのがなかなか分かりにくいので、うん、木村さんこれを反則とするのは非常に難しいとでなぜじゃあ VR がそのオンフィールドレビューを進めなかったのかっていうところがちょっと僕よく分かんなくてもしかすると木村さんたちが現場でいやブロックに行ったという認識でだからフットボールコンタクトとして許容できるっていう情報を発信してたらってその助言をしなきゃっていうのが下がる可能性はあるんですけどでもそもそもさっき原さんおっしゃったみたいにもともともう立ち足軸足ついててキックモーション入ってるんでブロックってことはありえないのでまあどちらかというとやっぱり岩波さんの行為が不用意だったかなって思うので。うん、ここは入るべきシーンだったのかなって個人的には感じてますなるほど、うん、この事象と比較したいその開始5分にあったシーンもちょっとご覧いただきたいと思いますこれは神戸のコーナーキックの場面なんですがこぼれ球をつないで大迫選手が仕掛けたところで松崎選手と接触して倒れましたでこの場面も主審の笛は鳴らなかったんですが VAR が介入して主審がオンフィールドレビューを行った結果松崎選手のファウルと判定されてこちらはペナルティーキックとなりましたでこれとの違いがどういったところなのかっていうのが、まあ、視聴者の方サポーターの方々は井本さんちょっと分かりづらいんじゃないかと思うんですがそこはいかがですかダメージの程度でいうとこちらの方が明らかにダメージが大きい踏みつけているのでなので、ペナルティーキックイエローっていうことは十分理解できますとで先ほど同じようにあのポジションってレフリーにとって泣きどころなんですよね、はい、なのでここを監視するポジションに行くっていうのは非常に難しいので、まあ、これも現場のレフリーからすると正確にそれを判断できるのが難しいシーンかなと思ってますとなので VR がそこを助言して非常にレフェリーチームとして素晴らしい、 なんていうかな仕事だったかなっていうふうに思ってるのでなぜ先ほどのところが助言できなかったのかっていうのはちょっとこう僕には分からないんですかね、はい、これ家元さんVAR が介入しないということはレフェリーが伝えた情報との明らかな違いがそんなになかった
ったっていうふうに捉えていいんですか。難しいのが本当にどういうコミュニケーションを取ったかっていうところも鍵だと思ってるんですけど、はい、冒頭に言いましたけど木村さんたちはこれを正確に見れるポジションにまずいないんですよね、うん、そういうことからしたときに安易にその私はこう思うっていうところの弊害は可能性ありますと、うん、許容できるコンタクトでおってもし言ってしまうとそこに言葉に引っ張られて VR がいやでもっていう迷いが起きる可能性はあるんですけど、うんうん、やっぱりそれでもここは VR としてもそのポジションのことも前回もありましたけどね、ことを考慮しながらやっぱり勇気を持って一回見たらどうですかっていう方が望ましいのかなっていう気はしてますね、うん、見ていいんじゃないの、うん、こんだけの事象だったらやっぱり本当にそれをリコメンドするっていうのかな、やっぱり一度見てくださいって見れば明らかにこう判定変わる可能性が高いじゃないですか。前半に1回あって2回は多いかなとかある、それは関係ない、個人的には関係ないと思ってますけど、ね、もしかすると人によってはそうい う心理的プレッシャーを感じて生きにくいっていうのはある可能性ありますよね、うんうん、じゃあこの件に関してはもう皆さん同様に PK 与えるべきだったんじゃないかなっていうことでよろしいですかね、うんうん、はいはい、では次のシーンに行きたいと思います。明治安田生命 J1 リーグ第2節柏レイソル対横浜 F マリノス84分のシーンです。相手陣内での F マリノスのスローインでしたが柏がボールを奪って一気にカウンター、マテウス・サビオのパスに細谷が走り込むと岩田と接触してホイッスル、主審は岩田のファウルを取った上イエローカードを提示します。しかしここで VAR が介入、主審がオンフィールドレビューを行うことに。岩田のファウルが決定的な得点機会の阻止、いわゆるドグソに当たるかが確認され、その結果ジャッジは変更、ドグソで岩田にレッドカードが出され一発退場となりましたが、判定は妥当だったのか。続いてはこのシーンについて議論します。さてというわけで今シーズン最初のドグソ案件になります。ドグソというのはですね、ディナイアルオブアンオビアスゴールスコアリングオポチュニティ、これの略称なんですけれども、決定的な得点の機会の阻止となる4要件、これはまず、うん、まあ、シーズンの初めですからドグソマスター平田さんにちょっと改めて説明していただきたいんですが、今ドグソの本名がそれだっていうのを初めて知りましたマスターしてないんです全然マスターなのにまあでも4要件、その、反則の地点、そのゴールの距離ですよね、はい、あと相手守備者の、数ですね、うん、あとプレーの方向と、そのボールをキープとかそのコントロールできるか、うん、みたいなことですね、4要件、はい、はい、ありがとうございます。拍手出ました。 OK ですか、イエムさん。素晴らしいですね。おお、さすが、だいぶ勉強してるもんねそれだけではそれを踏まえて4要件満たしているか平田さん、まあ、ファールかどうかも含めてですね、はい、まずファールはファールかなっていう気はしますけど、岩田選手の手のイメージがちょっと印象悪いのかなっていう気はしましたけど、うん、ただそのグリンって抜け切る手前っていう気が僕するんですよね、うんうんうん、あれがもうちょっと細谷選手の、体がグッてこう前に出てったところでかってなったら、なんかすごい微妙な感じします、うん、僕が思うにはですよ、はいはい、平畑出身は、はい、この辺って感じですか。そうですね、そんな感じしますね。なるほど。原さん、はい、いかがでしょう。これはその4要件のボールをコントロールできてるかっていうところが焦点が当たると思うんですよ。でも明らかにこれがもう細谷が完全にコントロールできているかっていうとまだ分かんない状況のような気が僕はするんですよね、うんうん、だから最初の佐藤さんの判断で良かったんじゃないかなって思いました、うん、僕は。だからこのちょっとツイッターでね、うん、あのシーンですけど、あの位置でドグソが成立するのか、後ろからエドワルド選手も追いかけてきていたことも含めっていうのと、うん、主審は最初何を見てイエローを出し、 VAR は何を指摘して映像を確認させレッドになったのか、深いね、はい、深いね、教えてほしいっていうツイッターが来てるんですよね。なんかすごい、すごいね、ね、うん、はい。じゃあ原さんも平田さんと同じぐらいの感じですか、うん、このイエロー寄りっていう感じですかね、うんうんうん、僕もこれは極めて難しいと思ったんですけれども、うんうん、イエローかレッドかっていうとこの辺かなと
僕は思ったんですが、イエローかレッドね、まあ、もしくはもうちょっと、まあ、どちらでも4位に近いのかなとも思ったんですが、さて家元さん、はい、まあ、これオンフィールドレビューからイエローがレッドに変わった、うんうん、まずフリーキックかどうかっていう話は、まあそうですね、手の印象が悪い、あれもう少しこう体も当てにいってるっていうのであれば、うん、フットボールコンタクトっていう印象は強いんですけど、まあ、手の印象がすごく、うん、手で何とかしようという、まあ、実際そうですしね、うん、っていうことで言うと、まあ、フリーキックだろうと。でスパかドグソかっていう話ですよね、うん、で、うん、スパかっていう話で言うとスパは間違いないので、多分こういう話になるんですよね、うん、スパかどうかっていう話だけで言えば、うん、はいはい、でまあ、ドグソかどうかっていう一番重いところで考えた時に、佐藤さんの状況はまず他のカバーできる選手がいないので、うん、数と位置でいうともう 100% クリアで、その次に、まあ、ゴールとの距離、うん、近くはないけどでもノーカバーなんで、うん、十分スピードを考えた時には、うん、それほどこう気にしなくてもいいっていうことがティックつくと思うんですよね、うん、でその次に全体的なプレーの方向をがゴールに向かってるって言えるのかというと、ここ結構僕はダウトがつくのかなと、ーと、ボールのコントロールの可能性もこれをどうなのか、ここダウトがつくので、佐藤さんはそういうことを考慮して 100% ドグソの事象ではないって判断をしてイエローにしたと思うんですよ、うん、でそこは僕そうだなと思ってますと。でこのシーンを審判の方々が研修会とかで使った時に、多分割と多くの人がそれこそ8割9割近くの人が、まあ、毒素だよねっていう人多いと思うんですよね。でもじゃあそれ本当にってなった時に、僕は結構はっきりと明白にそれ言い切れるのっていうと、僕は言い切れない自分がいるんですよね。ってなった時には、僕ははっきりと明白じゃない判断を僕はするので、あの黄色最初の判断のままで良かったんじゃないのかなって個人的に思ってるので、どちらかというとどちらとも言えるよりかは、まあ、これは同じぐらいのところですかね、そうだね、僕は、はい、うんうん、ということはですよ、逆の言い方をするとレッドが出るのも間違いではないってことですよね。繰り返しますけど、レフリー側からするとこれははっきりと明白なレッドだよねっていう方が多いと思います。これはでも原さん難しいですね。難しいし、これ本当にこう抜けて1対1でいくじゃないですか、うん、でも岩田は一応やっぱりこうちゃんと競って、まあ、手は使っちゃったけどこう競ってプレーしようとしてるじゃないですか。で一方で違うシーンを俺はたまたま見てたんだよね、はい、あ、そうなんですか。あの熊本に行ってたんだけど、まさに毒素じゃないのっていうんで、あの上から見てたらこれ、あ、これあのターレスっていう、あの熊本の選手スピードあるんですけど、カウンターになって、ね、うん、で山田っていうベテランがあの途中から出てきて、これこそもうプレーするもう足引っ掛けてプレー止めちゃえっていう止め方だし、ターレスのあのスピードだったら多分間違いなく中には人はいたけど、うん、いたけどもうぶっちぎっていく状況だったんじゃないかなって思ったんですよ。むしろこっちの方がレッドじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、これ皆さんどう思いますかねっていうのが、これはレッドかなっていや、だよね、気はしますね、うん、あの中にいるけど、はい、間に合わないよこれ、スピードありますからね、うん、ターレス選手間に合わないと思う俺、うん、ゴールには行ってると思う、まあ、確実にあのなければそのゴールキーパーとの1対1になったかなっていう感じはしますしね。家元さんこちらはどうでしょう。最初の印象はその周りの選手たちの位置関係とか、うん、中央に選手がいるなっていう認識だったので、うん、まあオレンジで、まあ、イエローカードは十分そうなのかなって印象だったんですけど、はい、このその反則の起きた瞬間止めてみると、これは 100% 毒素シーンかなっていうもので、まあ最初のファウルの印象もそうですけどね、こちらまあ VR があればこっちはもうすぐ行くでしょうね。さっきのやっぱりレーソルとね、横浜 F マリノスの方がもう全くいないからね、誰も全くいないから分かりやすいっていう、そうなんですよ。状況としてはあっちの方が簡単に見えるんですけど、4項目照らした時にはいやーって思うシーンが多い。でこっちは一見え、イエローでいいんじゃないのって思うんだけど、止めて確認すると全て 100% クリックがつく、ティックができるので、これは毒素だよねっていう、だから近いようで似てるようではっきりと違う、レフリーもそうですし、我々の認識としても違うシーン、なかなか興味深いあの比較かなって思います、ね、いい比較だったね。いやさすが原さん、いやいや現場で見たでこれは道具とじゃないかと思う、ね、まあ、家元さんがここにつけられたことがまあ答えの一つなんじゃないかと思うんですけど個人的見解です。そのぐらい、はい、そのぐらい、まあ、誰が見ても難しいものではあった、難しいね、ということですね、はい、では次のシーンに行きましょう。
明治安田生命 J1 リーグ第2節、ジュビロ磐田対清水エスパルス、73分のシーンです。清水がチャンスを迎えます。最終ラインから田津田が縦パスを入れて、滝の落としから鈴木唯人、接触がありましたが主審はアドバンテージを取ってプレー続行。結局鈴木のシュートはゴールキーパーの三浦に防がれ、磐田ボールに変わると、ピッチ上で先ほど接触のあった滝が倒れていたため、ここで主審が一旦試合を止めます。そして滝と接触した山本範道を呼んでイエローカードを提示。山本はこの試合2枚目のイエローカードで退場となります。ただリプレイで見ると、滝に対する山本の接触は直前で滑ってぶつかってしまっただけのようにも見え、2枚目のイエローカードを出すには厳しいようにも感じます。果たして判定は妥当だったのか、続いてはこのシーンについて議論します。さて、静岡ダービーで起きた山本選手の退場シーンですけれども、2枚目のイエローカードに値するプレーだったのかどうかという事象です。平田さん、はい、どうですか。なんか見た目派手というかね、はい、なんかこう足を払ったように見えるので、うん、そういう感じになったのかと思いますけど、今桑原さんのそのナレーションにもありました通り、やっぱ山本範道選手こう スリップして滑っちゃってみたいな感じでいったし、で足もこうなんとか引こうってしてるような感じもしますし、ちょっとイエローカードは厳しいんじゃないかなと僕は個人的にはやっぱ思いましたね、うん、はい。ツイッターの方は、山本選手はスライディングして当たりに行っているというより足を滑らせて、結果清水の選手に当たったように思いました。このような場合でもジャッジとしてはイエローの対象になるものなのでしょうかということですね、はい。平田さんはじゃあまずカードはちょっとかわいそうだろうと。はい、カードは厳しいと思います、はい。フリーキックかノーファールかというところではどうですか。ノーファール、だからその表で言うと、まあ、気持ち的にはノーファールっていいかなと思いますけどね、うん、ノーファール気味のこの辺、まあ、その辺でいいです、うん、はい。では原さん、はい、2枚目のイエローカードが出ましたが、これはファール、フリーキックにならなくてもいいぐらいのアクシデントに近いですよね。だからそれだとファールにもなんない、フリーキックにもなんないぐらいだと思うんでしょう、うん、だから当然イエローカードもいらないと思うし、うん、ちょっとかわいそうだったと思いますね、うん、あのカードを出しちゃったのは、うん、アクシデントだと思う、うんうん。じゃあ原さんはもうノーファールという感じですか。そうですね、はい、もうそっちの方でいいと思いますよ、はい、うん。まあ、僕も個人的にはノーファールに近くていいんじゃないかなと思うんですが、これただ間接視野でもし見ていたら、うん、あ、削ったっていうふうに誤認してしまうことも結構あるんじゃないかなというふうには思いました、うん。さて家元さん、いかがですか。ノーファール、ノーファール、なぜならばアクシデントだから、うん。ただ、まあ、結果滑ってその清水の選手に影響を与えているということを考えたときには、まあ、フリーキックも十分考えられるという話で言うと、僕はノーファウルなんですけど、まあ、結果的にここなのかなと、どちらとも言えるって思ってますと、まあね、以上って感じですかね。やっぱアクシデントなん で、はい、足はやっぱり滑った結果、すごくおっしゃってみて配慮をしてる足なんですね。かなりしてるよね、これ。で、手は相手がやっぱ来るので怖いっていうとか、その自分を守る手と相手もっていうところの行為しか見えないので、相手にダメージを与えようということを、意図としても感じられないので、はい、うん、難しいかなと、うん。でうか、もう一つ、実は論点がありまして、これ2枚目ってことは、うん、原則、まさに得点が入るとかいう状況じゃない限りは、うん、そのまま止めてイエローカードを2枚出して退場させるっていうことがセオリーになってるんです。なぜかというと、はい、この後もし何かまた違う PK だ退場だという可能性もあるから、うん、そうするとおかしくなっちゃうじゃないですか、はい。なので、本来はもうこの時点で止めてイエローカード2枚で出すっていうのがセオリーですと、はい、うん。でもしかするとレフリーはこの選手が2枚目っていう認識がなくて、うん、そのまま続けた可能性があって、で、はい、仲間からいや2枚目ですよっていうのを途中に言われて、もうそうするとなかなか切るタイミングがなくて、うん、こういっぱい攻めた後に切り返したタイミングで止めたのかなって、うんうん、っていうのは推測してるんですけどね。でおっしゃったみたいに2枚目に関しては、いくらそれが違う判断であっても VR が介入することはできないっていう話になってるので、ちょっとこう難しいシーンだったなっていうふうに個人的には、はい、思ってますね。なるほど。でこの試合ですね、さらにもう一人
この後すぐなんですけど退場者が出ました、うん、山本選手の退場からわずか4分後今度は岩田のファビアン・ゴンサレス選手が鈴木義則選手に対するファウルで一発退場となりました。岩見さん、これはどうでしょう。これをまずどう見るか、まあボールに行こうとしてないので、そもそも著しく不正なっていうところじゃなくて乱暴な行為かどうかっていう判断になりますと、うん、でこの行為がじゃあその過剰な力が行われたのかっていうと過剰ではないので、うん、次にじゃあ何を判断するかってなった時にはその粗暴さ、やっぱり顔のところに最終的に当たってるんで、それはやっぱり粗暴な行為と言えると思うんですよね、うん、なのでレフリーは乱暴な行為で、粗暴な行為が行われたと判断したんでしょう。あるいは意図があるないって議論もあるとは思うんですけど、意図はないようには感じるんですよね。でじゃあ偶発的だった時どうなのかってなった時には、ちっちゃくてもそれは意図があればダメだよって競技規則に謳われてるんですけど、で偶発性があったのっていうと、まあ多分偶発性と感じることはできるとは思うんですよね。だからそこを主審がどう判断したのかってのは聞きたい、個人的にも思うんですけど、でもまあその粗暴な行為だったって主審が顔のところにヒットしてるって事実があるので、そう判断したと思います。なのでこれが厳しいっていう意見があるとするならば、そういう意図がなかったじゃんっていうところなのかなというふうに思いますけど、はい、個人的にはこっちはちょっとレッドカード出ても仕方ないかなって思ったんですが、平田さん、これカードどう感じます。手の動きがだから自然じゃないなっていう感じは、はいはい、うん、なんかその競り合う時に必要な動きなのかなっていう感じは、印象はありますね、うん、まさに、うん、はい、原さんはどう感じます。多分あのさっきのプレーがあって、まあ、これダービーだしちょっとイライラしてるんだと思うんでしょう、うん、でまあもちろん不必要な手だと思うし、だけどやっぱりなんかその強さとかいろいろ考えるとレッドじゃなくても、うん、あの本当にイエローカードぐらいで収めてもよかったかなって僕は思いますね、うんうん。さて、まあ、というわけでですね、ここでちょっとあのお聞きしたいのは、すごく気になるのが今シーズンここまでまだ、20試合しか J1 行われてないんですけど、すでに9人退場者が出ている、うん、これは、まあ、これまでのシーズンと比べても異例と言えるぐらいの多さだと思うんですけれども、これに関しては家本さん、どんなふうに感じてますか。例年になくあの選手の意気込みっていうんですかね、モチベーションといいますか、そこはあの非常にこう高いところであるかな、まあ、それはあのリーグとして激しくてフェアでエキサイティングっていうところを皆さん意識して多くのファンサポーターの方に届けたいっていう思いがあるのかなと、うん、その結果がもしかしたらそのイエローカードとかレッドカードにっていう言ってるのかなって見方が一つと、でじゃあ数が多いからダメなのかっていうと、やっぱりその中身を吟味する必要があるんですね。そのどれぐらいその妥当なイエロー、うん、はい、妥当なレッドなのかっていうところは、うん、あのおそらく審判委員会等で議論してると思うので、ちょっと僕はそこは分かんないんですけど、うん、あとはじゃあ結果的にそのイエローカードレッドカードが多いのはもう数値で出てるんですよね。数値で言うと J1 は昨年比で言うと 30% アップしてますし、レッドカードは 50% アップしてる、うん、で警告2枚で退場っていうのはまあ 500% 5倍アップしてるっていう、もう数字が出てるの でじゃあ一方 J2 はどうなのかっていうと、 J2 は逆に、11% ダウンってなってるんですよ。なかなかこう、あの1と2でこうテンションとかそういうものが違うっていうのは結構明確に出てるっていうのが数字で見ると出てきてますと、うん、で印象としてはややレフリー その試合 そのハンドル感っていうんですか、うん、が少しこう緩いようなやらせすぎてるような印象が少しあって、だから選手もあこれいいのね、これもいいのね、これもいいのねって、うん、こうどん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 選手自身がそのアクセルを踏んでる印象はあるんですよね、はい、だからそこはやっぱり、メリットでもあるんですけど、激しさっていうのはでもそれ一方でやっぱりブレーキが効かなくなっているデメリットでもあるので、うん、選手 その自制っていうんですかね、そういうことをやる中でもやっぱり自制心を持ってっていうことも大切かもしれないですし、レフリーのちょっとやっぱりアクセルを踏んでるから僕自身もアクセル踏むじゃなくて、もう少し丁寧にコミュニケーションを取るですとか、あの反則をこう止めていくっていう作業が必要なんじゃないのかなっていう気はしてますかね、うん、はい、あのやっぱり数字だけを見るとそれがまず事実でありますけど、うん、そっちに引っ張られすぎるというか、やっぱり家本さんもおっしゃいましたけど、やっぱりその内容、うん、ちょっとこう数字のインパクトでそっちに引っ張られて、うん、今シーズンカード多すぎるぞって感じになるけど、
見てる限りそんなじゃあむちゃくちゃ荒れてるかみたいな感じ、うん、僕そういう印象はないので、うん、あの家元さんもおっしゃいましたけど選手もやっぱちょっとなんか多分探ってるというかこれ吹かないんですねいやこれ取るんすかみたいな感じのそのちょうどいい温度感がまだ探ってるとこなのかなっていう印象もなくはないですね、うんうんはいまあ、カードが多いっていうのは当然こうレフェリーの問題だけってことはまずないですし、うんないないうん、これはもうね選手も含めてのものですから、はいうん、で何よりやっぱり平田さん、はい、ファンは11対11が当然見たいわけじゃないですかもちろんもちろん、はい、だからやっぱりそういうゲームをみんなで作っていくように協力しないといけないっていうことですよね、うん、でも見てる側もその例えばカード出た時に、まあ、このカードはしょうがないなとかってやっぱ分かるわけじゃないですか、うんうんだからそのなんかある種不必要なカードっていうのはあのできるだけその色みんなで協力して避けた方がいいんじゃないかなっていう気はしますね。そうですね、はい、このコンテンツでは視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンやテーマさらにナイスジャッジに関する事象をツイッターで募集しております。ハッシュタグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして投稿してください。サッカーに関わる皆様へのリスペクトはお忘れなくお願いいたします。今シーズンも J リーグジャッジリプレイ毎週火曜日の朝配信しております。引き続きお楽しみください。というわけで、今日はイエポンボードちょっと新調して使いましたけど、うん、でも原さんやっぱり分かりやすくて面白かったですね。分かりやすいんじゃない、うんうん、やっぱりこうこんな感じかなって我々言ってたけどね、うん、この辺りって言った方が具体的に分かりやすくていいと思います、うん、もっとばらけてみたいです ね、 そうですね、みんなばらけて、まあ そ, うね、そういうのもたくさんありますからね。あるある、はいはい、今後もより分かりやすく議論をしていけたらいいなというふうに思います。というわけで今日も皆さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではダゾーンからのお知らせです。内田篤人さんがヨーロッパで活躍する日本人選手のプレーを中心に独自の目線で解説する内田篤人のフットボールタイム、今回はゲストに佐藤久人さんもお迎えしてお届けします。こちらもお楽しみに。